国鉄キハ31系機動車、キハ31系機動車、キハ31型機動車は、日本国有鉄道、国鉄及び九州旅客鉄道、JR 九州が製造した一般軽機動車である。1987年、昭和62年の国鉄分割民営化に先立ち、九州地区の老朽車両の取り替えを促進し、 経営基盤の整備を図る目的で製造された。車体はメンテナンスフリーで軽量なオールステンレス車体とし、台車、変速機、ブレーキ装置などの部品には、廃車発生品を多用してコストダウンを図り、またドアや冷房装置、暖房装置等にはバス用、ハム用品を採用して、軽量化、コストダウンを進めている。さらにワンマン運転にも対応し、 ワンマン運転用機器が容易に取り付けられるような構造と出入る。百八十六年昭和六十一年末から九百八十七年初頭にかけて二十両一から二十が新潟鉄工所及び富士重工業で製造された。全車が JR 九州に承継された後、九百八十八年昭和六十三年三月に三両二十一から二十三が 追加製造されている。九州に多数存在する急勾配区間での使用を考慮して軽量化を図り、重量あたりの出力を高く取るという目的から、有限要素法による構造解析を行って設計された軽量ステンレス車体を採用している。合わせて車体長さを従来車標準の20メートルから17メートルに短縮している。 側面窓は一段上昇式である。客用扉は幅 900mm の2枚折りので、ドアエンジンはバス用のものを改良して使用しており、自動、半自動の切り替えが可能である。半自動ドアはボタンで操作する方式である。戦術のようにワンマン運転を考慮していることから、客用扉は車端部に配置している。運転室は、 客室面積や全面展望の確保、ワンマン運転対応を考慮して、長さ 1440mm、幅 980mm の搬出構造とされたため、乗務員用扉は運転室側側面のみに設けている。また、運転台機器にもコストダウンのため流用品を多用している。側面の行き先表示は、行き先表、サボによるもので、中央部層下に、 サボウケが設置されている。全面は木五54型とほぼ同じ様式で、中央に貫通扉を配した3枚窓である。貫通扉上に全消灯を設け、運転室窓上に種別、行き先表示器を設置している。種別、行き先表示器は、バス用の手動式である。車体は、無塗装だが、前面と側面の裾部分及び、側面上部に、 青色の帯を配している。また、写真のようにスカートが追設された車両も存在する。晩年は熊川鉄道に売却、譲渡された二重以外は全車にスカートが設置されていた。座席は観光路線での旅客サービスも考慮し、新幹線で軽電車の廃車発生品の転換クロスシートを改造して、シートピッチ 910mm で装備したが、一方二人がけ、 もう一方を一人掛けとした三列座席とし、通路幅を確保している。ワンマン運転に対応するため、運賃箱や運賃表示器、整理券発行機を容易に設置できるような室内構成となっており、運転席も低い位置に設けられ、室内を広く見渡せる構造としている。後に全者がワンマン運転対応化改造を受けた。なお、直方所属者のうち、 若松線などの都市型ワンマンを採用している線区で、運用されている車両の一部は、運賃箱を撤去した上で、整理券発券機にもカバーがかけられている。また、追加製造された21から23は、座席が冷系電車の発生品ではなく新製のものとなっており、1から20と同一の座席配置、シートピッチだがその形状は全く異なる。また、後年は、 ドア付近の座席の一部を撤去し、定員数を増加したものや、ロングシートに改造されたものも存在する。冷房装置は、同時期に製造された、キハ38型と、同様、バス用冷房装置を流用した、サブエンジン式の AU34 を装備しているが、冷房能力が弱いことから、補助送風機として扇風機も併設されているものの、廃車発生品を使用しているので Q。 国鉄のロゴも塞がずにそのまま使用されている。また、暖房はエンジンの冷却水を使用する温水式で座席下に温水を温風にする自動車用の暖房機を設置している。トイレは設置されていない。エンジンはキハ37型で採用された新潟鉄工所製の直噴式 DMK13S を横型に設計変更した DMK13HS 型。 250PS、250 1900rpm を一機搭載している。液体変速機は従来車の廃車発生品の TC2A 及び DF115A を弾み車質及びクラッチを強化して再利用している。このようにエンジンの 250PS 化と車体の短縮やステンレス化などの軽量化によ性能向上が図られており、キハ 31K2 両編成。 編成 500PS で五十 58K 起二 28K の二両編成、編成 540PS と、ほぼ同等、低速時のみ、わずかに下回るの加速性能を有している。台車も、廃車発生品の金属バネ台車を使用しているが、ブレーキシリンダを従来より、車体中心よりに配置しているため、台車枠と基礎ブレーキ装置に紹介像を施した DT22G。 同台車 TR51E、付随台車を装着している。また、ブレーキ装置もキハ 58K まで採用されていた、ものと同一仕様の DA1 自動空気ブレーキを流用装備しており、最高速度は時速 95km に制限されている。なお、高倍走工事の空転防止のために砂巻き装置を設置できるよう準備工事がされ、一部車両では、 本節とされている。このように変速機やブレーキ機器が旧型機動車の流用品であり、在来一般系機動車との並結運転が可能な構造となっている。新生児は ATS-S 型だったが、後に SK 型への改造を受けた。さらに SK 型の機能を含む ATS-DK 型に改造された。当初は熊本運転所、現、 熊本鉄道事業部熊本車両センターに11両、唐津運転区、現、唐津鉄道事業部唐津運輸センターに7両、諸事情により実際は7両全車が、竹下機動車区、現博多運転区配置された、大分運転所、現、大分車両センターに2両が配置された。その後1988年3月13日のダイヤ改正により、 カシ線と三角線でのワンマン運転が開始されるのを前に、カラ配置の車両は、竹下機動車区に四両、長崎運転所、現、長崎鉄道事業部佐世保車両センターに三両が転出し、合わせて申請者三両が竹下に配置された。その後、キハ二百系の申請と、カシ線での車内収受方式によるワンマン運転の中止により、九百九十五年、 平成7年までに竹下と長崎からは撤退し、熊本鉄道事業部、人吉運用を含むと大分鉄道事部に集められた。その後2001年に4両が、鹿児島運転所、現、鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター、日南鉄道事業部運用に転出した。2004年、平成16年3月13日のダイヤ改正で、急行、熊川が廃止され、 同列車用車両の熊川鉄道線への乗り入れが廃止されたことから、同線の朝ラッシュ時の輸送力確保のために1両、20、熊川鉄道へ譲渡された。同車での故障は、キロトン31系、311であった。2006年、平成18年には、大分、鹿児島、日南運用所属者が、筑豊笹栗鉄道事業部直方車両センターに、 転出し、同年8月1日より使用されている。2018年、平成30年4月1日現在の配置と運用は以下のようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。